よし、捕らえた。これで首落とせる。甲羅とそのなんかこのエンペラの間みたいな。エンペラも食べれる。ここがバカ硬い、うん、音がね、うん、これがね、やっぱ命をいただくってのはこういうことなんですよね。普通に皆さん今いろいろ口にしてると思いますけど、感謝できてますかっていうところです。うわ、美味しそう。皮剥がすのむず。唐揚げにしたいと思います。十徳さんはやっぱね、唐揚げしか知らないんだ、世の中の料理。いや、これすごいよ。爪なんか落とすらしいけど、めっちゃいい匂いします。今日は出血大サービスで落とさないと。まあ俺はやっぱ唐揚げしかわからんからさね。まあ、鍋とかがね、やっぱメジャーなのかもしれないですけど、うん、ここで新たな発見してこい。うん、真似する人もいいんじゃないかな、料亭とかも。あ、構造が分かんない。解体新書に載ってたよ。杉田玄太、杉田玄太が解体したのかな。名前つかつけたりしてさ、あるんだ、スッポン業界的に。そうや、うん、そうそうそう、やっぱ初めて生まれたことはスポット。次はスポット。スポービッチャーですね。スポービッチャーね、24匹目ぐらいでちょっとちょけてきたあたりで言ってて、めちゃめちゃ美味しそうっすね、うん、でも骨まみれだから多分ここ食いにくい。フライドチキン的な感じです。フライドチキンとかここに骨があるとか大体わかるんですけど、うん、なんか慣れてる食べ方とかも分かるんですけど、うん、これ未知数だね。一口目から骨って感じ。全然すっぽんの唐揚げ、どうぞ。どうですかこれ。うまそうやろ。うまそうやろ、うん、お疲れ様でした。疲れたよ。これ食って元気出しましょうよ、すっぽんで。うん、勢力つくからね。うん、本当に。いただきます。いただきます。切れんのよ今のところ。肉じゃなかった、食ったところ。うん、めちゃうまいんだけど、うん、おー、うわ、うめえ。うん、何？フライドチキンだ。嬉しそう。めっちゃうまいじゃん。これかけたから。かけるとよりフライドチキンだよ。今年一テンション高くない？めっちゃうまいね。うん、うまい。マキシマムがよりうまい。マキシマムこれ抜群に合うんだ、唐揚げ。うん、超うまいわ。ジビエだ。うん、こっちが足だ。これ食えない方ってこと？そうそうそう、食えない方だよ、それ。それ足だ。食えない足この辺食える、うん、足食えなかったっす。家庭。おー、いいね、いいね、いいね。これマジでケンタッキー、うん、マジでうまいね。マジでうまいっす。本当にびっくりした俺。めっちゃうまい。うまっ。いっぱいかけて。これ振ったら振っただけいいやつ。振ったら振っただけいいやつ。これ唐揚げ最強。唐揚げ最強だね、うん、マジここ最近の唐揚げの中で一番うめえぞ、うん、ありがとう。いいえ、ありがとう。すっぽんもありがとう。うん、これ本当に命に感謝です。皆さんチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。すっぽんの甲羅の上で卵焼きました。卵も食べれるらしいんで。大体食べれるらしいから。普通に卵の黄身。へえ、ちょっとうまいじゃん。味？卵黄ってことでしょ。卵黄、普通に卵黄。これは、あ、この辺固まってんの、ゆで卵の。うん、あ、でも、うん、あれだね。あ、マジ卵だ、普通に。あー、脂のところはあれだね、結構いいね。そのいいねとは
ジビエ感。うん、絶対言わされてる。うん、なんか言葉が出てこなそうだから。出てこなかったね。ちょっと早めに。油ですね。なんかあんま癖のないトロトロの油みたいな。テンション結構上がってる。テンション上がってるよ。うめえんだもん。いや嬉しいね。息子見守るパパみたいな。嬉しいね。結局すっぽんということは鍋料理ですね。はい。ってことで今出汁を取ってます。まあ、みんな疲れも見えてきてるんで。うん、まあ、ここでちょっと今結構寒いんですよ。なので、まあ、やっぱり鍋で温まりたいと思います。よしよ。もう鶏ガラスープじゃんこれ。だしすごい出てますよ。てか普通にこれでさ、塩コショウ入れるじゃん、うん、でこのスポン入れて鍋にするの、うん、だしより出るよ。出るね。うん、もう本当にそれで締めのラーメンとかだったらうまいよね。誰だよ麺買ってこなかったやつ。かやんのまごめん。すな。ねえね、車の中つんどくよ。ラーメンを。食いたくねえな。そんなやつ。いただきますか。はい。最初ちょっと食ってください。僕特製すっぽん鍋。まず俺ちょっと素材の味楽しんでいい？いいよ。塩コショウ効いてる。どこ食えんの？鍋。いただきます。俺の想像してるスッポンだわこれ。美味しい。なんでポン酢つけない。いや、そこまで素材の味をって一緒だから。はい、ポン酢ついたよ。しっかり。うめえ。すっごいつけにくい。いただきます。いかついね。まあ、いいねいいね、食いっぷり。うまい。うまい。これはね、はい。俺黄色いの食えないんだっけ。食える。本当に油。気持ち悪いよ、見た目は。見た目はね。皆さん、見た目どうですか。食いたくなくないですか。食ってみますよ、この黄色い。痛かったよ、ちょっと。針入ってる。これ、今日使った針じゃないぜ、しかも。何これ、このちっちゃい針が入ってた。危なかったね今。うん、開始まで行ったらことだったよ、うん、ここに引っかかってた。何この釣り針出てくるシリーズ。この前もそうだったね。ウツボの時も出てきたし。しかも俺が食ったね。俺が釣れるとこだった。うん、危なかったよ、ね、危なかったな俺ちょっと今。マジで危なかった。普通に危ないな。さすがに結構そしたら心配してくれてた俺のことを、うん、刺さって貫通してるって言ったら。やばってな。あんま心配しないじゃん。病院行く。病院行く。めっちゃ普通。風邪ひいたぐらい。じゃあね、まあ、今日少しまだ残ってるのあるんですけど、まあ、この後美味しくね、うん、みんな、ね、温まりながらね、温まりながらすすりながら ね、はい、そうね、残りの楽しみたいと思います。どうでした。今日、まあ、まさかの展開でした、ね。まあ、本当にね、まあね、まあ、1匹でもすごいんですけど、うん、2匹取れちゃって。仕掛け1個に対して2匹ね。どっちもでかいっていうね。どっちもでかく。アベックでね。アベックでね。オスで取れた。ちょっとあの俺今生き物でちょっと強くなった。これ。いや、それは本当にあると思います。うんうん。俺も適応食材かもしれない。うん、まあそんな感じで、ちょっと今僕たち疲れ切ってるんですけども、このスッポンでとても元気になると思うので、うん、この動画よかったらチャンネル登録マジでお願いします。よろしくお願いします。ではまた。はい、ありがとうございます。